ギガ連射。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、クターのアップアップデスコです。はい。まずあらすじから読んでいくかな。単刀直入あらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、アクター5は必ずデスコでヒーバーの脅威の無表情キャラクター。今度はテクノホールスペシャルステージでダンシング。画面下の足場と落ちてくる台がぴったり重なるタイミングでジャンプしよう。うまくジャンプできないとゲームオーバーだ。賑やかシーンに欠かせない定番おやつバーももちろん登場。ゲットするとさらに得点が上がりやすくなるぞ。アギアギよりアップアップ。いろんなジャンルのナンバーを華麗に踊り尽くせ。ということらしいです。ほい。でね、ちょっと皆さんに伝えておかなくちゃいけないことがあって。これ。はい。この、クターのアップアップデスコって、すごいたくさん、ゲームとしてカウントされてるんですけど、一つのゲームとしてカウントされてたんですけど、だから、アザラシが今やってる、クター全ゲーム制覇の中に、このクターのアップアップデスコって1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個あったんですけど、これをね、今回ひとまとめにして1本分の動画としてあげようと思ってます。ちょっとずるいかなと思うけど許していただきたい。まあね、1個同じゲーム、同じスタイルのゲームを1本1本動画であげたところでというところもあるんですが、まあちょっとこれは甘いかもしれないけど、これは14本分を1本分としてあげさせてください。で、こうしてみるとですね、オレンジ色のやつ、これが、フラッシュじゃないゲームなので、クタの QXX、クタのワカサギ釣り、クタのソーダボール3、チェリーの餅娘、餅っ子かな、クタドリームダッシュ森エディションについては、2020年末、12月末に、終了になるゲームではないので、これも、年明けね、2021年になってからやろうと思ってます。ちょっとね、これも年内完全制覇はちょっと急がなくていいかなと思ったので、これも後回しにして、で残りがクタのわらしべと、クタのキュープラ、クタのダンジョンレベル2、チェリーのミコおみくじ、グレープの早茶飲み、クタのわらしべ R、これらを年内にやろうと思ってます。1、2、3、4、5、6個ですね。まあ、あと6個かなってとこですね。ですが、このクタのソーダボールがね、これは、WebGL じゃないんだけど、WebGL じゃないんだけど、デルデルマシーンからなぜかこいつだけ解放されてなくて、デルデルマシーンが出てこなくて、できないっていう感じになってるんで、まあ全部できれば、こんだけやってもまだこれが出てこなかったら多分これはもう、できないままだね。まあそこはお許しいただきたい。結局解放できなかったということでね。まあ、ソーダボール3をやるので、ソーダボールの方は諦めてくださいってことになります。はい。あとね、もう一つ伝えておこうかな。クターのアップアップデスコですけども、こっちかな。ほい。下の方を下がっていくと、まあ、いろいろあるんですけど、これ、10周年記念ゲームサントラ CD、クターのサウンドンというアルバムがあります。こちら。このクターのアップアップデスコの方に紐付けされてるんですけど、これ。なんと、まだ買うことができます。クタ何周年かわからないけど、もう何周年、クタが登場して何年なのかわかんないけど、この、アルバム買えるんでね、気になる方は買ってみましょう。私もちょっと今気になってます。買おうかな、どうしようかなって。結構ね、クタの曲いいんですよ。なんかいいんですよ。なんでね、気になるなって思ってるところです。さあ、まあ、五択はいい、やろうか。やっていこうか。どれやるかなーってね。一つずつ曲を聴いていくとこんな感じです。てててててテクノ節電温度。膨れるモード遊び。テクノホールでダンシング。グー。これやろうかなと思ってる。てて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 。ジャンプアンプー。これ、この曲好き。C フィート K。モーモータウン。クタのロデオ。クタのロデオの曲。これよく聞く気がするね。クタの T シャツ。サンサンミックス。膨張戦隊、フクレンジャー。ちょっとやってみるか。膨張戦隊、フクレンジャー。これはお試しね。お試しで。やったことないよ。膨張戦隊、フクレンジャー。まあ、基本は、クタのボンダンスとか、クリスマスのやつと同じ。
やってるともう喋れないから。実況にならん。それが一番の懸念。てっきり歌があるかと思ったら歌ないね。てん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 。スパロボにありそうな曲だよな。スーパーロボット対戦 F あたりにありそうな曲だ。タンタタタンタンタンタタタタタンタンタタタンタンタンタタタン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 タタタンタンタタタンタンタタタタン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 タタタン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  K ユーロミックス。我こそはって人はね、やってみてほしい。もう残り公開時間があとわずかなんでね。せーもボンダンス。うん、この動画見て我こそやってみようって思う。この曲どんなんだろうって思った人はやってみてほしいな。確かね、歌うやつもね2曲ぐらいあるんだけどね、どれだったか忘れたな。てってねってねーってことで、俺やろうと思ってんのはこれです。今日からやろうと思ってな、この大切なもの、クタのサボテンのテーマ。ふぅ、できればなんとかね、一発調整で、一発調整でなんとか行きたい。これ全然リズム取れないけどね。おしゃれ大好きローネン、スイーツ大好きチーク。しかも早いんだよこれ、なんかブロッソー、ブロッソー頼れる存在パパクター。タンタタタンタタタン、めっちゃ不安になる曲。ミルクを出すよ、乳牛タンタタタン、タイガートラクター、ピカッと眩しいピカクター。一通りクタの一通りクタのキャラを紹介したからもういいんじゃないかな。いいんじゃないかな。テクの公園で膨れるまで遊び、テクのホールでダンシング、グーグー。もういいかな、もういいかな。テクノクイズでキュキュキュ、テクノ市民会館。なんだよテクノ市民会館って。きっと汗流すよ。ああ、あと一つ多かった、一つ多かった、閉まらんな。トラッキングも外れちゃったし。膨れるまで遊び、膨れるまで遊び。じゃあ一番好きな曲いこうと思います。これで今回の動画を締めようと思う。テキテレレテテテテ、これめっちゃ好き。なんと形容していいのかわからないけど、テテレテテテテテ、てん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 
ちょい。これ音ないね。あの、クタの跳ねる時の音がないね。ちょっと今ちょっと意識が別のところに行ってた。気持ちよくなってた。あともう一曲やろう。テクノ盆踊り。何がいいかな、何がいいかな。冬だし、これするか。いや、ちょっと違うな。テラテラテラテンテン。なんかこのダンスダンスレボリューション感あるよね。これかな。聖夜もボンダンス。これ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 、これもいい曲だったような気がする。てってれてってれてってれれれ。チャン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 。てってれてってれてってれれ。なんかこれ難しくない？よっしゃ、まだまだある。よしできた。奇跡。しかし31位という現実。やったー、できると思ってなかった。一つもクリアできないと思ってたから。ということで、あの、まあまあ面白いのでね、ぜひ皆さんやってみてください。クタのアップアップディスコでした。まあ、曲数もいっぱいあるしね、一つ一つにまたランキングがあるので、上を目指すと楽しいかもしれないです。はい、ということで、ほんなまた。